よし。よし。よし。いい感じ。いい感じ。よし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 。やった。よし。やった。よし。よし。力を感じる。ふむふむふむ。力を感じる。力を感じる。うんうん。いい感じね。いい感じね。いい感じね。私の知らない私。どうでしょうか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 。目的地はと出発なのです。ここが青ちゃんの心トープ。なんていうか、拍子抜けするくらい平和だね。私の心トープ、何の特徴もない。これは私が過ごした街の景色だ。普通でどこにでもあるただの街並み。うわ、びっくりした。書いてあった？それが何も書いてなくて。通知だけ鳴ったってことですか。ってことは何かの間違いだったのかな。え、今度は何？何これ、眩しい。なんか出てきた。何あの歯車の塊みたいなやつ。さっきまであんなのなかったよね。え、突然出てきたってこと？
これはどういう。わかんないよ、あんなの私も知らない。本人が見たことない物体がなんで心トープに。これってどういうことですか。歩き回れば何かわかるんじゃないかな。そうだよね。どうなってるんだろう、私の心の中。って私たちだよね。そうみたい。雫世界での思い出だよね。これも当然星崎さんの記憶といえば記憶だけど、ずいぶんと新しい思い出だね。なんだ、てっきりあのでかいのの記憶が蘇ってくるのかと思って構えてたのに。ちょっと拍子抜け。あ、でも心トープって大切な思い出で作られるんでしょ。ならそれ私たちのこと大切に思ってるって。ちょ、何？はずいんだけど。青ちゃん、心トープを歩くっていうのはそういうことなんだよ。私、どうしたの？青、私スマホ落としちゃってさ、ちょうどここで拾ったんだよ。そういえば青、スマホ拾ったらいつの間にかここに来ちゃったって言ってたっけ。そう、いつ世界が変わったのかは分かんないんだけど、いつも通り学校に入ったら心がいて、外に出たら雫世界だった。何か変わったことはなかったの？変わったこと
セージが残ってた。最初は私もこのいたずらをした人が私をこの世界に連れてきた犯人だと思ってたけど、誰かが青を雫世界に招いたのかな。この時のスマホも空に浮かぶあいつと関係あるのかな。ですね、うんうん、おお、おお、そうね、へえ、やるな。それって、な、ちょっと青、せっかくの休みなんだからたまにはどこか遊びに行ったら。まったくゴロゴロしてばっかりだと太るわよ。よし、ちょっと、
テレビでニュースをやっている。私と同じくらいの高校生がなんとかって世界大会で優勝したとか、そんな話。いいな。ふとそんな言葉が口をついて出て、自分でもなんでそんなこと言ったのかわからなくて。つもりはない。ああいう人たちはたくさん努力してるけど、私は何もしてない。羨む資格はない。でも、もし私に何か誇れるものが一つあれば、それさえあれば私だってなんて。結局ただのわがままでしかないのかもしれない。なんだか見たことあるような。いつかこんな感じで話をしていたことがあったような。かつての会話の思い出ということでしょうか。思い出すと楽しかったな。いろいろ大変なこともあったし、今もそうだが。あの構造物とは全く関係ないみたいだけど、でも少し温かい気持ちになったわ。なんでこんな思い出が。顔熱。先行こう。先。過ごした世界じゃなくて、この世界の記憶だね。ライムもいるんだ。ってことは本当に最近のやつだよ。うん、こんな風に話したことがあった気がする。どうしたのライム。いやね、思い出って基本的に過去のものなんだよ。どうでもいい思い出は忘れるでしょ。その中でも忘れないもの、それが一番大切な思い出なの。何が言いたいの。新しい記憶なのにこうして心トープにあるってことはだよ。あんな何気ない瞬間でも実は青ちゃんはものすごく大切に思っていて。そんな細かく説明しなくていいから。勇気の時も
似たようなことがあったな。ここまでいろいろな思い出を見た気がしますけど、結局あの構造物については謎のままか。うん、いや待ってください。私あれを知っている気がします。え？どういうこと？言えないのですが、あの存在を見た瞬間から何か胸に引っかかるような感触があるんです。ウタチンはまだ記憶を取り戻していない。ウタが記憶を取り戻せばあれについて何かわかるかもしれない。でも待ってよ、駒川さんの心トープに行ったら。そうだね、またクラックが発生する可能性がある。どうする？今のウタちゃんなら大丈夫。私はそう信じたいよ。過去と向き合う、そのために私たちもウタに話をしてきたから。私たちはずっと悩んでたウタちゃんを見てきた。悩むってことはそれだけ真剣に考えてるってことだと思うんだ。私はあの時星崎さんの心トープに行こうという話になって少し安心してしまったんです。よかった、私じゃなかった。これで皆さんの迷惑にならなくて済む。でもそれじゃダメなんです。やっぱり私も行かなくちゃいけない。ウタさん、もう一度行かせてくれませんか。私は私の過去と向き合いたい。私からもお願い。あの時とは違う。私たちもウタさんも、私たちが先に進むには全員が全員を信じないといけないと思う。それはきっと歌さんも例外じゃない。駒川さんとは何度も戦いました。今でも受け入れられないことがたくさんあります。駒川さんは間違いなく私たちの敵だった。それをなかったことにはできない。でも同じようにこの世界で過ごした日々もなくならない。そうですね、私はこの世界で共に過ごした駒川ウタを信じます。全員の力が必要か。分かった、ライムもウタちゃんを信じるよ。リベンジしよう、ウタちゃんの心トープ。私の方こそよろしくお願いします。私の心の中にあるあの構造物、それを知っているかもしれないウタさん。まさか私の心トープでこんなことになるなんて思わなかった。うん、ユズもびっくり。結局両方の心トープに行くことになったね。希望を見出すには全員の力が必要。もしかしたらそういうことなのかもしれないね。うん、感覚だけど
私もそうなんじゃないかって思う。よし、目的地はあっと出発ですね。注意して。ひとまずは何も起きてない。そうみたいだね。ココロトープの様子落ち着いてるね。ウタさんどうかな、また調子が悪くなったりしてない？はい、今のところは大丈夫です。私を受け入れる準備ができたんだと思います。日和さんと美代さんにかつての私のことをいろいろと聞きました。私が今まで何をしてきたのか、どういう人物だったのか、それにあの構造物を見た時の胸のざわつき、私もその正体が知りたい。記憶を取り戻したその時、私がどうなってしまうかは分かりませんが。大丈夫、少なくとも今のウタちゃんは悪い人じゃない。もし記憶を取り戻してウタちゃんが昔のようになったとしても、私が止める。ひよりさん、だからあんまり気を張りすぎないで行こうよ。リラックスしていた方がこの世界も安定するかもしれないですしね。皆さん、ウタさんの記憶を取り戻すことがあの構造物の謎を解明する道にもなる。見に行こう、ウタさんの記憶。撮っておこう。何かに使えそう。何これ、取っておこう。何かに使えそう。ウタはどうだ、おばあちゃんと会ってどう思った？
歌は不思議な子だね。何これ、おばあちゃん。ん？どうしたんだい？おばあちゃんは私がここに来ると嬉しいの？そりゃもちろん。歌とはなかなか会えないからね。なかなか会えないと会えたとき嬉しいの？そうだよ。おばあちゃんはいつでも歌のことを思ってるからね。取っておこう。何かに使えそう。ウタはおばあちゃんのこと嫌い？ううん、嫌いじゃないよ。でも好きでもない。そうかいそうかい。じゃあ、ウタに好かれるようにおばあちゃん頑張らないとね。ひまわりが好きなのかい？別に、ただ気になっただけ。あら珍しいね、歌が何かに興味を示すなんて。でもよかった、ちゃんと歌にも興味を持てるものがあって。なんでおばあちゃんが喜ぶの？おばあちゃんっていうのはそういうもんなんだよ。せっかく歌が好きだって言ってくれたんだ。このひまわり
大切に育てなきゃいけないね。ピッピ、行ってない。何これ、何かに使えそう。何かに使えそう。邪魔するなら容赦しないよ。いつでも行ける。仕掛けます。いつでも撃てる。ほっ、当たって。頼れる私に。この力でみんなを守る。いつでもやれます。よし、じゃあ私も撃て。完勝です。やりました。カゴン！特別はここに。仕掛けます。どうしようかな。吹き飛んで！どう動こう。この力でみんなを守る。頼れる私に。やった！さあ、どう動こう。
よいしょっと。よいしょっと。ねえ、歌、今年はおばあちゃんの家行かないの？行かないけど。どうして？あんなに毎年遊びに行ってたのに。別に私が行きたくて行ってたわけじゃない。お母さんが勝手に連れてったんでしょ。またそんなこと言って、おばあちゃん悲しむわよ。知らない、私には関係ないことだから。いつでもやります。いつでも打てるよ。当たってる。
楽勝楽勝、負ける気がしないよ。何かに使えそう。よいしょっと。うん、取っておこう。と、ほっ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 、あひ疲れた。取っておこう。ウタ、おばあちゃんから手紙届いてるわよ。一度でいいから久しぶりに顔を見せに来てくれないかって。なんで私が行かなきゃいけないの。そんなこと言わないの。ちょっとはおばあちゃんの気持ちも考えなさい。何？何でもない。よいしょっと。うん、ちょ、めっちゃ強そうじゃない？私の番、いつでもやれます。はっ、どうしようかな。いつでもやれます。はっ、えいさーん、お願いします。ここは任せて。どう動こう。や、準備よし。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。何かに使えそう。取っておこう。負けません。よし、私の番。ほっ、仕掛けます。当たって。いつでも打てるよ。確か前回はこの辺りで駒川さんの精神が不安定になって脱出したんだよね。今回は何も起きなさそうだね。この先に私の記憶フラグメントがあるのでしょうか。うん、多分ね。まだ一度も行ってない場所だから何が起きるかわからない。気をつけて進もにしては大きくない？そ
それだけ大切な思い出ってことなのかな。ひまわり、祖母がひまわりを育てていました。これはきっとそのひまわり畑なんです。おばあちゃんの。この世界は歌さんとおばあさんの思い出でできてるんだね。はい。この先に進めば何があったのかわかるはずだよ。駒川、お前勉強は普通にできるのに、なんで国語だけはダメなんだ。わかりません。そんなに読解問題が苦手なのか。漢字の書き取りとかはいつも高得点じゃないか。そうだ、日常的に小説を読むといいぞ。その時も常に登場人物の気持ちを考える。この登場人物の気持ちを答えなさい。その問題に私が答えられたことは一度もない。みんなが当たり前のようにしている人の気持ちを考えることは私にはできない。あの時の祖母は何を思っていたのか、その答えは未だに見つからない。
よいしょっと。ふう。よいしょっと。ふう。ぎ、なにこれ。よいしょっと。なにこれ。よいしょっと。ふう。ブオン。負けません。さあどう動こう。はっ。いつでも撃てるよ。いつでもやれます。さあチャンスです。一気に攻めましょう。いつでも撃てるよ。回復するよ。元気のお裾分け。楽勝だったのです。準備はいい？よし、私の番。せい。ポイント。仕掛けます。当たって。どうしようかな。回復するよ。回復するよ。何かあるの？特にないけど。そうなんだ。好きなこととか最近ハマってることとかは？別に。そっか。まあそういうこともあるよね。私って変かな？よく言われるの、駒川さんは変だねって。私って変なの？変っていうか、よくわからない人って感じなのかな。何考えてるのかも、私たちのことをどう見てるのかもわからないから。何かに使えそう。みんな準備はいい？どうしようかな。
気のお裾分け。さあ、どう動こう。仕掛けます。炊飯だぜ。どうしようかな。回復するよ。くらえ。当たって。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。想定よし。
てるよ。回復するよ。回復するよ。さあどう動こう。回復するよ。くらえ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。またすよ。するなら容赦しないよ。どう動こう。ほっ、行きましょう。さあ、よし、回復するよ。いつでもいける。